10月7日月曜日2019年、アジばっかり6時半ぐらいまでが釣れていました。ずっとタチウオをやっていたんだけど、タチウオは全く釣れそうにない。僕以外にも3人タチウオをやっていたけど、みんな釣れませんでした。でタチウオ釣るのに鉄板、明るくなってから鉄板投げたんですよ。そしたらその鉄板にねシーバスが乗ってね、結構大きいっちゃう大きい、まあ5時ぐらい普通のレギュラーサイズやな最近が乗ったんだけど、上げれなかった。残念、終了。